しめじシミュレーション。中学1年の時、いろいろあって学校が嫌になり、そこから2年間、押し入れに引きこもった。押し入れの中は誰もいない。世界のすべては、私自身だった。ご飯できたぞ。二年経って、そろそろ出ようと思った。高校か。受験しなきゃ。久しぶりに自分の顔を見たら、それが生えていた。キノコ。何かのメタファーだろうか。何も求めなければ、傷つくこともない。静かに過ごしたいならそうだな。ずっと本でも読んでるのがいいんじゃないか。はい。私に話しかけるな、という意思表示をするわけだ。お姉ちゃんは大学いいの？やめた。え？また失敗だ。じゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。土の感触、柔らかい。眩しい。高校。大丈夫。静かに過ごそう。目立たずに。これは髪飾りということにしておこう。ねえ、その髪飾り。初日から派手すぎじゃない？今日のラッキーアイテムだったから。気合入ってるね。ここが私の机か。静かに本でも読んで。カジキ食べられちゃった。にゅ？ねえ、何読んでるの？ねえ、ねえ。めんどくさいし無視しよう。無視？ん？私と同じ？つん。かわいい。本読んでばっかだと友達できないよ。はあ、そうそう。ガタ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 。やめて。嫌がらせする人は友達できないよ。確かに。友達なんてめんどくさいし、いらない。かたくなだね。そんなこと言って。本当は友達作るのが怖いんでしょう。鬱陶しいな。わかった。はい。じゃあ私がお手本を見せるから見てて。え、何？そう。ポタポタミア文明。それな。わかる。あのファーストを超えてくるのマジ神なんだよね。深すぎる主観が客観を飛び越えて、神聖を獲得する瞬間を見た。あ、わかる！ポタポタミア、いいよね。は？急に入ってこないでくれる？何がしたかったの？もしかして、友達作ろうとしてる？私と友達になって。やだ。私たち、友達になれると思う。結構似てるし、友達ができないところとか。一緒にしないでほしい。というか、まだ一日目だし。友達ってなんだろう？友達うるさいな。でもそんな、契約みたいに、
なりましょうってなるものじゃなさそう。もっと自然にというか。難しいな。そうだね。むしろ恋人とかそんな感じかも。付き合ってくださいからのいいよみたいな。むしろ恋人を作る方が楽？ならもう彼氏作れば。うん、よし。じゃあ私と付き合ってください。いいよ。え、なんかもうめんどくさいし、しつこい。適当。まあいいや。よっしゃー。じゃあさ、手つないでみない？触らないで。冷たい。ただいま。お、おかえり。どうだった？学校は。はあ、彼女ができた。引きこもりから進歩しすぎだろ。おやすみ。疲れた。そういえば名前も聞いてなかった。あのうざい目玉焼き。明日は完全に無視しよう。誰かの肌に触れたの、久しぶりだった。その日は、数年ぶりの、とても深い眠りだった。夢も見なかった。ルルル。